毎朝6時チャンネルむっちゃ今日使える日本の歴史、毎朝皆さんとお会いできることを楽しみにしております。よろしく。こんにちは。第73世竹野淳介ね、竹内睦弘です。今日は6月23日です。八王子城が潰れた日なんです。実は怖いことです。この八王子っていうのは何かというと、スサノオノミコトの8人の王子がいるんで八王子って名前になってるんです。で、実は僕八王子に住んでました。私の母校が実は中央大学という学校で、東京のど田舎なのに中央大学っていう名前になってるんですけど、名前を決めるとき思いました。年号の大学というと、すでに慶応大学がありました。次に昭和大学もあったんです。次に大正大学もありました。ということで、どうすればいいんだということで、一回宇宙大学という案が出たんです。宇宙大学は無理だろってなったんです。最後中央大学にしました。ちなみに中央大学の校歌歌えるやつほとんどいないと思いますよ。僕早稲田大学の校歌なら歌えるけど、中央大学の校歌歌えませんね。あの東京大学の校歌を歌えるやつは一人もいません。なぜかというと、東京大学には校歌がないんです。あれ応援歌しかないんです。実は東大には校歌がないんですよね。えでも草の緑をってど田舎だろうってなんで校歌だって思いました。大会だから歌うしかないことがあるんで、ちょっとこれはいかがかなと。うちのバカな弟は明治学院大学卒ですが、そこはちゃんと歌詞を書いたのが島崎藤村ですから、バカな弟に負けてしまったと思いました。まあやっぱりこう文学ってあるじゃないですか。ねえ、坪地逍遥とか散歩をするとか、まあ推理作家だったら江戸川乱歩とか散歩するとかありますよね。散歩っていうのは文学にはあるんですよ。歩きながら考えて作品を作る。私もブラ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 昼から歩いてますが、まあ今日6月23日散歩の得意な国北ドッポの没年です。国北ドッポ一人で歩くドッポ、国北ドッポです。1908です。この方も一人で散歩をしながらいろいろ作品を練っていたんでしょうね。僕も昼間からブラブラ歩いてますが、ですがこれは単に歩いてるだけではなく、作品を考えながら歩いてるんです。そのことは普通の人には分からないんですよ。
ただ僕の場合こうやって撮影してるんで、変な格好して歩いてるんで、何の撮影なんだろうという異常な状況になります。だから普通のおばさんからも声をかけられ、子供たちからも声をかけられます。もう心の中でぜひ本を買ってくださいと思ってます。今度電磁図書を出すことになってます。まあ今まで通りこの、チャンネルむっちゃんは 無料です。チャンネルむっちゃんは無料ですが、電磁図書の方はもっともっとレベルアップしてやっていきたいと思ってます。日本の歴史と文化を残していきたいので、後世に残していくためには、発売したいと思っております。そちらの方はぜひ、購入していただければ嬉しいと思ってます。なぜならば日本の歴史と文化は、それがあれば皆様のお子様たち子孫に残る、日本のためになると私は思っております。そう思ってます。歴史と文化を残していきたいっていうのが僕の希望です。歴史と文化を残す、それが竹内睦弘の希望であり、野望であり、志望であり、生き方です。ぜひご購入ください。それでは。